君は宝珠を取り戻すため最初グスタフの船を襲ったと思われる海賊の隠れが幽霊船の入り江へと調査に向かおうとしている。海岸の裂け目から続く洞窟は内部が広く、まるでもう一つの海のようです。この辺りはヤモリが恐れる海域で、多くの船が消息を絶っている。君たちは海の中から美しい声に呼び止められた。人魚は好奇心が強いと聞いていたが、彼女はまさにその通りで、君たちにさまざまな質問を投げかけた。会話の中で幸運にも最小の船が海賊に襲われたという証言を得られた。君の推測通りだ。宝珠があるとすれば海賊の隠れ家に違いない。人魚の話では、ここは島々に散らばる海賊たちの交易の拠点でもあるようだ。財宝の中には魔人を呼び出す魔法の弾とか珍しい品もあるらしい。湧いてきたか。
待ち伏せだ。君たちの動きは海賊に察知された。海賊の隠れ家だ。奴らが襲ってくる。意味が現れる。
のダンプは願いを叶え終えてどこかへ飛んで行ってしまったようだ。君たちは海賊の残した宝から最小に奪われた宝珠を見つけ出した。さらばだ。君は持ち去られた宝珠を奪い返した。君が持ち帰った宝珠は王城へと届けなければならない。取り戻した宝珠を見て王女と公爵は本当に驚いた。隣国ボルガの手に渡るのは時間の問題だと考えて諦めかけていたからだ。この功績で君はかなり株を上げた。ディーンの信頼は厚くなり王女は君に微笑みかける。今後は衛兵から睨まれることもなさそうだ。こうして王位継承問題は決着した。近く前王の葬儀を執り行い議会の承認を得た後ディーン国王が新たに誕生するだろう。しかしディーンは物憂げな顔だった。ハイドランドの抱える問題は山積みで新たな王が決まったとしても国を取り巻く情勢は厳しいままだからだ。国の西方からは多くのジグナック族が各部族を従えて攻め寄せている。彼らを防ぐために作られた地下要塞がオーク軍に奪われて久しい。常に領土を脅かす北のボルガ王国とは和平条約を結んでいるもののハイドランドが弱腰と見るや条約など踏みにじって侵攻してくるだろう。さらにこれらの敵対勢力と手を結び領内に導き入れているのが魔術教団モルネオンを名乗る闇組織の邪悪な魔術師たちだ。ディーンの話を聞いて前ハイドランド王がなぜあれほどドラゴンズクラウンを必要としたのか君にも理解できる気がした。やはりあれがなければ。ディーンがぽつりと小声でつぶやいた。大仕事を終えた君は冒険者ギルドで仕事をこなす日常へと戻った。君が冒険者ギルドに届いている依頼書を調べているとその中に魔法使いルカインからの依頼を見つけた。依頼内容にはルーン魔法のことが触れられていたがルーンをよく知らないため詳しい仕事内容はわからなかった。君はギルド長サミエルにこの依頼を引き受けると告げてまずはルカインに話を聞きに行くことに決めた。おお、お前か。君は詳しい依頼内容を聞くためにルカインの塔へと向かった。ルカインが出した依頼を君が受けたと伝えるとそれは心強いと言って彼は早速問題の説明を始めた。今でも聖域として僧侶から特別視される古代エリシア文明の遺跡がある。その神聖な遺跡が今悪魔たちに汚されている。浄化のために僧侶が派遣されたが神殿を守るゴーレムが邪悪に返事近寄れない。そこで教皇庁からルカインに相談が来たらしい。ゴーレムはルーン魔法で動いている。ルーン魔法でもう一つ新たにゴーレムを作り出し神殿のゴーレムにぶつけようというのだ。ルカインに代わって聖域跡へ赴きルーン魔法を使用するのが今回の君の仕事になる。君はルーン魔法がどういったものか知っているだろうか。説明が必要と思うなら彼に尋ねてもいい。よろしい、お教えしよう。そう言ってルカインは目を輝かせルーンについての講義を聞きとして始めた。ルーンとは精霊や妖精が各地に刻んだ魔法文字のことを言う。
君もこれまでの冒険で既に見たことがあるかもしれない。ルーンに触れると文字が輝いて浮き出る。ルーンは3文字の組み合わせで様々な超常効果を発する。それがルーン魔法と呼ばれるものだ。ただしルーンは精霊か妖精がその場にいないと超常効果を発現しない。長くなりそうなルカインの講義をかいつまむと、そんなところのようだ。ルカインはルーンの刻まれた石を君に手渡した。彫像の足元に刻まれた2つのルーンを指でなぞり、この石のルーンを足して3つのルーンの並びを完成させれば彫像は動き出す。ともかく君は現地に行ってルーンを探してみることにした。わしに用かな。